こんばんは。あ、こんばんは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんでこんばんはですか。もうね、いきなりボケて。時間が最近わからへんくて。はいはい、ああ。今お昼ですね。こんにちは。お昼ですよ。よろしくお願いします。今日も始まりました。佐藤ジュリアの日曜クラブですが、今日はですね、ちょっと思考を変えてきましてですね。思考を変えてきましてですね。はい。ダブルシュガーミックス特集ということですね、うん、先週もね、実はアニソンのユニットを組んでる A スタイルさんたちの特集を組ましてもらったんだけど、はいはいはい、ずっと私その、なんだろう、ガンダム特集とかライダー特集とかそういう ね、はいね、はい、ジャンルを固定してきたんだけど、はいはい、ちょっとこう、個人的に違うこともしたいなと思いながらで、はい、誰かの特集を組み出そうかななんて思ったりで、なるほど。で、今回はね、まあ、私もやってるんですけども、はい、ダブルシュガーミックスということでね、ダブルシュガーミックス。ちょっと待って。もう一回。ダブルシュガーミックスです。逆、S。あれ？あ、こっちですか？こっち、うん。前も間違ってたよね。そう、いつも間違うんですよ。そう、だからそんな。こっちから見たらやっぱ、まあ、なんでそのね、はい、実は私たちの活動っていうのは、そんなめちゃめちゃいっぱいやってるわけじゃないんですけど、はい、去年のあれ、いつ？ 11 月ぐらい？そうですね。に、はい。まあ、同じ世代で、うん、で、まあ、同じような MC、の仕事をしていて、はい、でまあ苗字佐藤っていうことで、まあ話も合うしね、うん、ちょっとなんか面白いことやりたいなっていうのをきっかけでね、はい、始めようかっていうことになって、はい、みこちゃんは実はだいぶ前だな、日曜クラブの2期になってからの、はい、多分2回目ぐらいの時に、そうですそうです MC 特集でね、そうですそうです来てもらって、懐かしい、そうそうそう、はい、その時に知り合って、そうですね、それから仲良くなってるんですよね、はい、あれだいぶ前でしょ、ね、あれ多分めっちゃ前。去年2期始まったの去年の秋ぐらいだから12年の9月ぐらい、うん、多分それぐらいかな、そのくらいですね、うん、でまあまあ話も合うし、はい、同世代だし、うんうんうん、ダブル佐藤ということでね、はい、いろいろやろうかなって言ってて、うん、あ、視聴者さんがいらっしゃってくださってますね、鹿太郎さん、あ、いつもありがとうございます、ありがとうございます、よかったコメントください。でまあ今日は、はい、そんな美穂ちゃんと、はい、まあ、これからね、うん、去年本当に去年の言う来年だから今年ね、はいはい、いろんなことをやりたいな難しい、はい、っていう話をしてて、はい、で、うん、まあなかなかね、うんうん、タイミングがお互い合わずに、そうですね、去年はニコ生を一本やったのと、うん、まああとみほちゃんのところのユーストリームにお邪魔してちょっとやったりぐらいで、本当に喋ることしかしてなくて、うん、今年はねそうです、なんかいろいろやりたいよねって言ってて、ねえ言ってますね、個人的にはイベントで、うん、歌歌ったりとかね、うん、トークやったりとか、あとお互い、まあ、みほちゃんは声優さんをもともとねやってた感じだから、うん、その朗読劇とか ね、 そうですね、即興芝居とかね、うん、私も全然舞台とか見たりよく行くし、こういう活動の中ではしてないけれども、はい、私ちっちゃい頃からこう演劇とかやってたことあったので、そういうのもできるしっていうのでね、はい、なんかお互いのこの同じ MC というジャンルから飛び出していろんなことできたらなって思うね、はい、そんな話をしつつ今日は、はい、もう自分で組んじゃったダブルシュガーミックス特集ねえねえねえ組んでますねじゃあね、さっきもちょっと話してたんだけど、はいはい、最近ね、うん、佐藤ジュリア特集を組めっていう話が出てて、ね、そうさっき聞きましたけど、それ何ですか、なんか視聴者の方も言ってくださってるし、はいはい、あとうちの担当の皆川、はい、皆川さん、うなまる、何呼びなんて呼び爆笑なんですよ、はいはい、まあまあちょっと出てきてくれてる人が、はいはいはい、まあなんかいつもあなたは人の特集ばっかりしたり、うん、まあ、自分の趣味の話ばっかりしてるから、うんうんうん、自分の、うん、特集をしろみたいな話になってね、おう、うん、あ、鹿太郎さんがここに書けばいいのかな、そうです、ありがとうございます、そうこの間ね、はい、他の視聴者さんも実はね、はい、見てくださって、うんうんうん、後で気づいたんだけど、はい、ソーシャルストリームっていう枠の方にね、はい、書き込みをくださってる人もいるんですよ、これ、あ、本当だ、そう先週のやつ、実は、はい、このユーストリームはチャットっていう枠の方にね、うん、書いてもらったら私が読めるので、ぜひ見てくださってて、チャットをしたいなっていう方はソーシャルストリームの枠じゃなくてチャットの方によかったら書き込んでくださった、ありがたいです、ありがとうございます、ありがとうございます、そう、何の話だっけ、そう、で、そうそうそう、佐藤ジュリア特集をしろと、佐藤ジュリア特集で、佐藤ジュリア特集って一体何するんですかわかんない、いやなんか私に質問とかするんじゃないわかんない、マジですか、なんか、佐藤ジュリアにガンプラを作らせようとか、あ、そういう特集だ、あとなんかミニ四駆作らせようとか、はい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 、なんかちょいちょいそんな話出たけど、それ私得意分野だけど大丈夫みたいな、本当ですよね、苦手なことさせた方がね、うん、面白いですあれちょっとここでしょ盛り上がるみたいな、そう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 、そうなんですよ、実はここのそういうきっかけも、はい、うん、
意外と喋りだし、うん、まあ面白いこと好きだったり、そうですね、わちゃわちゃしてるんだけど、はい、中身が本当に全然違うので、うん、違いますね。同じだと思ったんだよね、出会った時は。最初はなんかキャーキャーしてくれるので、うん、ああそっか同じジャンルの方だなって思って、うん、うわって思ったんですけど、うん、よくよく喋ると逆すぎて違った。それで実は今カメラマンをしてくださってる、はい、あのプロデューサーの田中さんもそうなんだけど、はい、美穂ちゃんを呼んだ会の次ぐらいでしたっけね、はい、なんか私とのあまりのギャップに笑って、はい、ね、笑っちゃいますみたいなこと言われますね。そう、はい、その時のコメントが、うん、美穂ちゃん趣味がカフェ巡りって言って、はい、やっぱ、うん、いわゆる私ディスってるつもりはないんだけど、はい、いわゆるスイーツ層ね、うん、そのスイーツ層っていう言葉も知らなかった、うん、ジュリアさんではまで、まあ、はい、なんだろう、アンアンとかさ、うんうんうん、に乗ってるような女子ね、うんうんうん、休みの日にはランチ行ってカフェ巡りして、はい、なんかこう可愛いものが好きとか、ね、うんうん、そういう本当に、うんうん、一般的っていう言葉使うのは私あんま好きじゃないんだけれども、はい、まあ、いわゆる流行りの女子というのかな、だそういう感じだったんだよね、うんうんうん、だから声優さんとかさ、うんうん、そっちが強いから、うんうん、てっきりこう同人種だと思ってたのね、うん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 、ああ全然違うと思ってびっくりした。そうですね、なんか、うん、うん、そうですね、そんな美穂ちゃんなんで、まあ、いつもね、はい、前半は、まあ、うん、トーク、まあ、全部トークなんだけど、うんうんうん、前半は、まあ、紹介を込みでやりたいので、はい、後半に、まあ、2人の話をちょっとずつしていこうかなと思うので、はい、まずは、まあ、美穂ちゃんのね、自己紹介的なところとか、はい、マジですか、それ必要ですか、必要必要必要びっくりしました、はい、必要必要、はい、とか、はいはい、まあ、あと、ね今美穂ちゃん自体もいろんな活動をしてるので、うん、それのお話なんかを触れつつ、はい、まあ、後半はダブルシュガーミックスとして、はい、お話ししたいなと思います、うん、ますというわけで今日もねよろしくお願いします、はい、ますで、はい、もちろん視聴者の皆さんも、はい、何か質問とかあれば、うん、ガンガン突っ込んでくださいね、もう聞けない話も聞いてくださいどこまで聞いてるんですか、普段聞けない話も聞いてください、全然待ってますよ、どこまで、いや私はどこまででも大丈夫です、どこまででも対応可能という、はい、私はね、はい、うん、言いたくないことは言わないって言うんで、はい、ちゃんと、はい、ずるい、まあ、お互いの質問なんかもね、はい、し合いつつ、うん、美穂ちゃんだから私が突っ込めることもあるし、うん、多分美穂ちゃん、んだからこそ私に突っ込めること、うん、お互いあると思うので、はい、その辺をやっていけたらなと思います、うん、はい、ね、今ゲストさんも何人か見てくださってるんですけど、はい、お名前が、ね、出てない方も見てくださってて、はいはい、登録していただければ一緒に会話しながらね、うん、チャットできるので、よかったらユーストリームの方に登録してみてみてください、はい、結構ね最近ちょっとリアルタイム視聴者さん減ってきてるんだけど、はい、先週じゃないな、前回が270名ぐらいの方がリアルタイムで見てくださってたりとかなん で、すごいですね、結構見てくださってる方はたくさんいらっしゃるので、うん、本当にチャットをねしようってなかなか勇気がなかったりされると思うんですけども、はい、全然もう読める範囲のことであればもうガンガン読んでいく、読める範囲のことであれば、はい、私にとっては読めない範囲っていうのはほとんどないので、はい、そうですよね、絞れても大丈夫だし、はい、何でも濃いな感じなので、はい、全然突っ込んでください。まあそんなわけでですね、はい、美穂ちゃんです。では、はい、よかったら自己紹介的なところからどうぞ、はい、お久しぶりですって感じですよね、はい、日曜クラブでお久しぶりです、佐藤美穂です。はい、はい、ダブルシュガーミックスもやってます。だから逆じゃないの？大丈夫？逆です。逆ですね。佐藤郎さんが前回行って、はい、鏡持さんの回、あ、そうですね。A スタイルの特集の前回の特集の時の話ね。そう、あの時260名、はい、70名ぐらいの方だったね、うんうんうん。今回も見てくださったら嬉しいです。はい、で、まあまあダブルシュガーミックス、また逆だ。逆ね。はい。やってる、ね。はい。はい。だからその他に、その個人的な活動というのは、あ、個人情報を聞いちゃいます、うん、そこ聞いちゃうよ、聞いちゃいます、うん、実はですね、はい、私隠していたんです。え、何出てくんの。隠してないけど、うん、隠してたんですけど、うん、美穂のドルフィンカフェという、はい、番組の MC をさせていただいてます。はい、はい、まあ、ユーストリームですね。そうです、そうです、はい、品川テレビ放送という前出させて、私がゲストさせてもらったのは、はい、うん、Uチャンネルっていう番組 で、ね、はい、で2本やってて、はい、日本やってました。そのうちのドルフィンカフェ。そうですね、ドルフィンカフェ、はい、今度、はい、2月8日の金曜日の夕方に、うん、私もそこに呼んでいただけることになったので、そこでもまたちょっと喋ろうかなと思ってるんですけどね。はい、うん、鹿太郎さんがお二人で歌のユニットを組まれるってことですか。
まあ、なんかやったらいいななんて思ってるんですよ。そうですね、最近。いやもうなんかもう早速もういっか、なんかずっと喋る、自己紹介、何何何何、いやなんかやっぱほらこれってさ、ダブルシュガーミックスになってきてるじゃん、はい、ああそうですね、そうですね、ほんとだ、はい、まあまあそう、歌のユニットはまだ組んでないんだけど、はい、これからやったら面白いよね、良いんじゃないかな、まあ、歌だけに限らず、いろんなねことをしていけたらななんて思ってるわけですね。だ、みほちゃんの主な、はい、うん、まあ、お仕事っていうのはやっぱ MC とか、 MC ですね、ナレーション的な MC とリポーターが多いです、うん、あ、品川テレビさんでね、そうですね、品川さん以外でもリポーターのお仕事が多いですね、うん、ブラジルのやつとかやってたよね、うん、ブラジルのやつなんだっけ、なんかブラジルの物産展みたいなやつのリポートだよね、そうです、 PCITB さんの、うん、そうですね、みなとみらいの特集でやりましたね、うん、はい、いや、そういうなんかやっぱ私とどちらかというと近いお仕事をしてるみほちゃん、ね、ね、はい、うん、前も聞いたかもしれないけど、まあ、これからこんなことやりたいとかあります？はい、これから、うん、いやいや、今やってることよりも違うジャンルのことがやりたいんですよね、うん、ずっと言ってるんですけど、はい、それもあってダブルシュガーミックスやりたいよねっていう話してたんですね、そうですね、鹿太郎さんが武蔵野音楽祭に出ましょう、なんだなんだそれ、ダブルシュガーミックスは何何、武蔵野音楽祭なんかあるんですか？それ誰でも出れるんですか？出れなそうな感じですけど、壁が大丈夫かな、私たちでもね、ねね、ね、大丈夫ですかね、歌って踊れるね、はいはい、アラサーを目指して、はいはい、そんななの、はいはい、だまあ本当にそのダブルシュガーミックスをやろうと思ったきっかけも、はい、うん、まあ、その今までねレポーターとか MC とか、私もずっと FM やったりとか、うん、ユーストリームやったりニコ生やったりしてきた中で、うん、全部喋る仕事なんですよ、うん、私もニコ生でお世話になったスロットの番組、まあ、スロット好きだからよかったんですけど、うん、それも結局喋る番組だったりとかなので、はい、ちょっとそろそろね違うことしたいな、喋らなくて済むってことですかね、うん、ひどいねそれね、それひどいですよね、喋らなくて済むってね、ひどいですね、え、でもさ、喋らないことのお仕事、うん、え、それ難しいちょっとぶっちゃけていいかな、はい、たまにさ喋るのめんどくさくなんない、私だけかな、それはお仕事ではならないけど普段なります、うん、なる、正直な話なるよね、正直、うん、あんまり喋らない人と喋った時に、うん、なんでこんなに喋らなきゃいけないのって思うことがありますでさ、え、何、間が持たないタイプですか、じゃあ、いや、間は持つんです、あ、嫌です、沈黙は嫌です、はい、あ、そうかそうか、いいですね、大丈夫ですよね、私結構平気なんで沈黙なっても、でもね、はい、あのパターン的に言うと、うんうんうん、私すごい喋ってそうに見えると思うんですけど、意外とね聞き手に回ること多いんですよ、本当にプライベートで、うん、あ、そうなんですか、うん、本当に、はあ、そうそうそう、へえ、そうですか、鹿太郎さんが、はい、名前違いましたっけ、ソリッドで島プロデューサーさんがやってるやつ、あ、でももうラギ、あ、そっか、私の FM 小金井のやつか、あ、ちょっと島さんに聞いてみます、じゃあ出れるな、武蔵野音楽会にダブルシュガーミックスで島さんに頼み込んで、浮かないかな、大丈夫かな浮きますね、きっと浮きます、はい、いやでもなんかそんなんでね、ちょっとさっきの話に戻っちゃうけど、うんうんうん、はいはい、私結構聞く役なんですよ、こう見えて、そうですか、うん、うん、いや私喋り役だな、はい、これみんなに不思議がられるんだけど、はい、はいはい、まあまあこういうこと言ったらあれなのかな、うん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 、今までお付き合いした人とかね、あとうちの家族とかね、うんうん、私以上に喋るんですよ、へえ今すごい笑われてる、田中さんに、びっくりですよ私以上に喋る人なんですよ、そう、ジュリアさん以上に喋るってすごいことですよ、だからね今年の頭も実家帰って、はい、でまあ、うんうん、今の実家って住んだことはない家なので、はい、あんま周りに友達とかいないんで、はいはい、実家にいる間はずっともう寝て食って寝て食ってしてたんですけど、はい、もうずーっと家族が喋ってるの家で、もううるさくて、はい、もう絶対これで、ね、今うちの母親多分見てるんだよね、時間あったらすいませんお母さんすいませんお母さん、本当にうるさくて、うちの家族、うんうんうん、うるさいわと思って、よくもうちょっととりあえず黙ってとかよく言うんですよ、お父さんとかもね、多分日頃帰ってこうへん娘が帰ってきたからちょっとテンション上がって、はい、まあ、喋りますよね、喋ってもうお父さんうるさいから黙ってって言ってお前は愛想がないやつやなみたいなこと言われながらねそう、おばあちゃんも喋るしね、そんなにみんな喋るってすごいですね、うん、
なんか意外とね喋らない方、そういう常に一緒にいる人っていうのは私より喋る人なんですよ、はい、うーん、でも喋ってくれる人の方が楽しいですよね、うん、一緒にいて、まあ、確かに、うん、と思いますよ。そうですね、見てて面白い。ただ私結構喋るので普段は、うんうんうん、あのうるさいと言われてしまってへこむことが多いです、はい、でそれはもういろんな意味で、うん、え、いろんな意味なんですかこれ。大丈夫、溢れていいんかなと思ったけど、あ、うるさいってよく言われますよ、本当に、はい、え、それ何喋ってるの。え、もう一人でつぶやいたこととか、うん、一人で語り始めたこと、説明文とかも、うん、ちょっとナレーション風に読んでみたりとかするから、うん、そういうのがうざいみたいな。いるいる、そういうそういう人、そういう人。最初一人芝居始まったわけでしょこれはこうなのかなみたいな感じで声を飛ばすように言ったりするからうるさいって言われちゃうんですよ。私本当そういう人大好きなんで。いや、やばいですよねそれは。本当にね、はい、私本当自分が喋るタイプだと思われてるけど、はいはい、思いますよ。あの私本当にもう見てて楽しい人大好きなんですよ。ああ、なんかねもうこうなんか面白いなってやっぱ美穂ちゃんも思うしね、はいはいはい、うん、でもやっぱり世間は広いから、うん、自分より全然変な人っていうか面白い人がいっぱいいます。いっぱい、ね、本当にだから、あ、常識人だなって思いますよ、やっぱり。私すごい普通だなってすごい思います。思います、思う、思うって言ったらなんでだよって感じ。普通じゃないんだろうけど普通だなって思いますよね、その人たちに比べたら。本当になんかね、うん、楽しいです。楽しい、みほちゃんは。いやいや、ジュリアさんの方が私から見たらうわーっていう感じですよ。うわーみたいな。私はい、衝撃的なね、ことがいっぱい、はい、あの感情のままに結構生きてるタイプなので、うん、ね、意外に、うん、そうですよね、うん、面白い感じになってね、うん、面白いです、面白いです。まあ喋るの好きだからこそ、うん、こういうね MC とかのお仕事はやっぱり回ってくるんだろうけど、うん、基本的に私も喋るのは好きなんですよ、うん、来るんだろうけって言いましたよ。来るんだろうけってけどね。あ、なるほど、けって言われて、うん、と思って何弁だろうと思いますよ。大阪人なんで。あ、そうそうですね、はい、すいませんあ、おかしい。いや、なんか本当にね、はい、ありがたいことに本当、うん、私他の番組でも言ったんだけど、もともとタレントをやってたわけじゃなく、うん、本当にただの素人だったんだけど、うんうんうん、たまたま関西で、うん、本当にそういうトークバラエティね、吉本の芸人さんたちと、はい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 、仕事させてもらったのも、はい、やっぱ喋れるからだと思うし、はい、でそれがまあやっぱこうトントントンと来て、はい、まあ、東京出てきて、うん、こういう喋るお仕事ばっかいただけるようになったので、はい、すごい自負しちゃうかもしれないですけど、喋、うん、る仕事はなんとかなるなと思って。ごめん調子乗った。いや、いまだに一番難しいと思いますよ。いや、難しいんだけど、うん、ある意味ね、はい、そのもちろん頑張って喋ってるんだけど、うん、自分なりにやってきたらそこそこちゃんとお仕事いただけてね、喋るお仕事は、はいはい、でゲストにも出てくださいって言ってもらえるんだなと思ったから、うん、自分の苦手なジャンルの、うん、その伸びしろを増やしたいなと最近すごく思ったりとかですね、してるんですよ、うん、苦手なジャンルって何ですか。ん、真面目とかね真面目さとかね。あー、ない、いや、ないっていうかイメージにないですね、うん、それは。なんか真剣な私ってあんまり多分ね、私のことを知ってる人は見たことないと思うんですよ、うん、まあ、あえて言うなら FM 小金井さんでやらせてもらってた時は、うんうん、一応ニュース番組もするから、うん、ちゃんとしたニュースはね、ちょっと声のトーンを変えて、うん、ちゃんとなんか喋るんですよ、うん、笹子トンネル東、なんか東から車線変更のためとか、なんかそういうちゃんとなんかね、東京都内明日の温度は9度ですとか、なんかそういうちゃんとやったりとかしてるから、はいはい、多分鹿太郎さんなんかもね、ずっと FM 見てくださったのでご存知だと思うんですけど、まあそういう真面目さはあっても、はい、例えば真剣に、うん、まあ、役者さんなんかもそうだけど真剣に舞台に取り組むとかね、はいはいはい、いや、もちろん真剣にやってるんですけどね、トーク番組も、はい、はい、ね、すごい、何二人で笑ってるね、真剣にやってるけど、はいはい、真剣にやってるけど、うんうん、例えば音楽だったりとかね、はい、そういうなんかちゃらけないで何か一つのことにバーって発散することをちょっとそろそろやりたいなと思って。別に苦手なわけじゃないけど今までやってないので、あ、それやりたいなと思ってて、はいはいはい、美穂ちゃんもそういう意味ではその違うジャンルってことでしょ。そうですね。なんで飽きたの、トーク。いやいやいや、飽きてないんですけど、もともと私役者だったので、あ、結構離れてしまってるんですよ今、うん、お仕事が、うんうん、役者業からこういうお仕事に MC 専門みたいになっているので、うんうん、なんかあれおかしいなみたいな、うん、
レールから外れたまんまだぞみたいな感じで、ちょっと軌道修正したい。そう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 です、ね、ダブルシュガーミックス大丈夫？ダブルシュガーミックスはちょっとこっち寄りなんで大丈夫です。大丈夫大丈夫です。まあね、別にその歌にね、はい、限らず本当に朗読したりとかね、二、はい、人芝居してもいいもん ね、 別にね。そうですね、うん、あの即興芝居とかね、はい、できるし ね、 そうですね、全然、はい、恐ろしいことになりそうだけどね、収集つかない大変ですよ、アドリブアドリブめちゃめちゃだよねひどいことになっちゃいます、うん、はい、でまあ、そんなんやればいいよなっていう話、ね、そうですね、うん、苦手なことってある？苦手なことだらけですね。何が苦手？ちなみに私は記憶力が本当にないので、うん、はい、セリフを覚えることがとても苦手です。あ、得意です。本当に苦手です、はい、あ、そうなんだ。何が苦手ですか？言っていいんですかね、弱点を。もういいと思います。克服しましょう。今年ダンスが苦手で、ね、マジで踊ろう、ダブルシュガーミックスで本当ですか？だけど得意そうじゃないですか、すごくうわどうだろうな、私もそんな踊ったことない。運動神経はいい方ですね、私。確かに舞台とかでやるじゃないですか、うん、ダンスを、うん、で昔舞台に出てた時に、うん、じゃ あ佐藤佐藤って言われて、はい、演出家の先生に、うん、あ、何ですか？佐藤のパートここ、うん、入れといたからキラーンみたいな感じで言われて、うんうんうん、ありがとうございます、ダンスだみたいな感じで内心ブラックで、でちょっとダンスの先生と打ち合わせしてやるじゃないですか、練習、うんうん、はい佐藤外すみたいな感じでそこ私のそこのダンスのシーンがなくなっちゃうんですよ。いるね、たまに。そういる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 。あれちょっと佐藤そこは重要だよみたいな。役者さんにもいるわ、ダンス外された。そうなの、外されたんですね、そのくらいに。そんなに下手なの？下手ですね。え、踊ってみる今ここで。いやいや、無理です。だってもう何のダンスもできないですよ、本当に。え、それは何？リズム感がないの？はい、でも歌歌えるじゃん。あのカラオケ行った時歌ったっけ、別に歌歌えるから。歌は好きなんですけど、歌の先生には怒られないんですよ。うん。基本的には。歌歌えるならリズム感あると思うんだけどね。ダンスの先生には、うん、あの、怒られます。なんで？ 100%。え、何？リズム、え、体がついていかないの？リズムは取れるの？取れないです。歌歌えるね、リズム感がないんですよ。あるって言われるんですけど、うん、その歌の先生とかには。そうそうそう、絶対歌えてるからあると思うんだけど。いや、リズム感が多分ないですね。何？え、拍取れる？じゃ取れないんですよ、それが。でとか、あと、うん、そのセリフの間とかなら平気なんですよ、自分で分かるんですけど、うんうんうん、ダンスはどうもわからないんですよ。みほちゃんコメントが、はい、みほさん時々自転車ツイートされてる時がありますが、すごい軽くてめちゃめちゃ高いようなバイクに乗られてるんですかっていう質問が。はい、高くはないですけど、うん、ロードバイクじゃないんですけど、自転車好きなんだよ ね、 はい、スポーツバイクに乗ってて、うんうん、なんて言うんでしょうね、ビアンキっていう結構有名なブランドの自転車なんですけど、うんうんうん、まあ7万程度です。いいね、はい、でも軽くていい自転車ですね、自分にとっては。はい、でもともとその自転車、まあ、せっかく自転車の話してくださってるので、うん、はい、突っ込んでいこうと思うんですけど、はい、自転車にハマったきっかけとかって。ああ、なんかでももともと私高校生の時に自転車通勤だったんですよ、うん、あの通勤通学通学自転車通学で、うん、高校まで自転車を飛ばしていくみたいな、まあ本当は飛ばしちゃいけないんですけど、まあ飛ばしてたんですよ、うんうん、で人が30分ぐらいかかる距離でも、うん、自分が15分で行けるってことがある日判明して、うん、でみんなに競輪選手みたいだねって言われて足ムキムキとかじゃない、大丈夫違うんですけど、あの競輪選手みたいだねとか、あとなんか当時、うん、同級生だった部活が一緒だった女の子に、うんうん、あの喧嘩した時に、うん、なんで追いかけてきてくれなかったのみたいなことを私が言ったら、うんうん、いや追いつけなかったみたいに言われて。でももともと自転車好きなんですよ。あ、じゃあ運動神経あるん？いえ、走るだけ、泳ぐだけ、乗るだけ。あれか、じゃあ、結構その忍耐力とか持久力があるタイプだね、きっと。じゃあそうです、それ、ね、プラスアルファのものはちょっと苦手です、ね。じゃあ本当逆だわ、美穂、はい、ちゃんと私あれ持久力ない、忍耐力ないからね。瞬発力と勢いだけで生きてるし、はい、スポーツも。あー、じゃあ何が得意なんですか？え、スポーツ？うん、え、あの50メートル走とか。早いですよ、私。あ
もうすごい田中さんもなって、いや本当にね、これすごい変なんだけど、小学校の時とかね、はい、50メートル走を7秒6ぐらいで走ってるんですよ。それって早いんですよ。早いよ、早いですよ。でも100メートル走が16秒ぐらいかかるの。はい、遅いですね。途中でバテてるのね、それいわゆる。だいぶ遅い。あと3キロマラソンぐらいなら、うんうんうん、確か2分ぐらいで走ってるのかな、うん、結構早いんだけど、うん、あの長距離になるともうダメなのね。へえ。だから本当に根性と忍耐力とかがないんだと思う、多分。なるほど。だから、うん、なんだろうな、あと得意だったの、はい、ソフトボール投げとかね。あ、だって楽ですもん、うん、その投げるだけ の, あのテストですよね。測定テスト。ちょっとびっくりしますよ、本当に。でね、あの、高校、うち、高校女子校だったんだけど、はい、はい、私もです、はい。あの、いや、体育祭とかある。はい、ありますね。で、うん、私、もうめんどくさいから、でも、リレーに出てくれって言われたのよ、クロス対抗ね、早いからって言ったら、はい、もうめんどくさと思ったけど、はい、リレー出てくれたら、他の種目全部いらないって言われて。あ、じゃあそれだけ出ていい、他全部やらなくていいんだら出ますっつって、やったりとか、うんうんうん、はい、え、それ他出なかったんですか？出なかった。ずっとぼーっとしてた。不良だ、不良。だから基本的にはやっぱ私、はい、根性とか忍耐力がないので、そういう意味では美穂ちゃんってすごいそういうとこはあるってことだもんね。なんか苦しいスポーツが好きです。ド M か。いや、ド M じゃなくて、苦しいスポーツでついてこない人を怒鳴るのが好き。ドエスか。なんか、あの、もっと頑張ってみたいな、うんうん、こう、嫉妬激励みたいな、一緒にやろうぜみたいなのが好きですね。だから美穂ちゃんとも会うのかな。私、大丈夫ですか、はい。そういう人なんですよ。大体私が、あ、まあ、一緒に長年いる人、うんうんうん。それはもちろん会わないから、たまには衝突することもあると思うんだけど、はいはいはい、基本的には、うん、なんか私俺についてこいとか私についてこい好きなんですよ。ああ、そうなんですか。でもそっちだと思いますよ。なんか私についてこいタイプに見えますよ、一見。そう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 、うん、でも私結構多分ド M なんで。また言っちゃった。なるほどね。うん、なんかね、強引な人結構好きかもしれない、そういう勢いのある人。あ、でしかも自分もあるから、自分以上に勢いある人にすごい惹かれるのね。私でもダメですよ、あの、うん、小学校の時も中学校の時も、うん、学校中の先生に大体目つけられてましたからね。いや、そういう人にね、私は本当に惹かれることが多いですね。本当ですか。でも、うん、まあ目つけられてそうですよね、うん、うん。私もまあまあまあそういうことあるけど。ですよね。でも自分以上にやっぱこう、まあ、輝きを持ってるというか、そういう引きつける、目立つっていう人は、ああいいなって思うんで、それもあるのかもしれないですね。自分より変な人好きなんで。変な人。私変な人じゃないですよ。自分より変な人大好きなのね。自分より、でも自分より変わっている人には惹かれますね。うん、面白い、やっぱ、うん。面白いって思いますね。うん、なんかまあ美穂ちゃんともやりたいななんて思ったりしたんだけどね。で、苦手なことはじゃあそういう、なんだろう。でもダンスですね。ダンス踊ろうじゃあね。ダンスとか、あ、フィルムぐらい頑張ろう。バドミントンとかテニスとか、うん、卓球？球技苦手なの？ラケット持つ。とりあえずそのなんでラケットを持ってやらなきゃいけないんだと、うん、走るなら走る泳ぐなら泳ぐっていうのが好きなんです。なんか道具を使って駆使することが苦手ってこと、はい、そうですそうです。自転車は好きですけど、うん、はい、あ、今、しゅんさん、しゅんさんがまたチャットで入ってきてくださってます、はい、ありがとうございます。ぜひ、コメントください。はい、今は苦手なことというのを話して、今年のね、はい、抱負は苦手なことを克服しようとかね、え、はい、あと新しい新境地に行こうっていうのが私の結構テーマなんですよ。はい、はい、どうですか一緒に。いや、しませんか。はい。いや、あの、え、はい、ダブルシガーミックスするとしたら踊るよって。頑張ります。あのロックっていうダンスのジャンルがあるじゃないですか、うん、あれとかも踊ってたので、うん、大丈夫です。あのヒップホップのジャンルなんですけど、うんうんうん、あの鍵をかけるっていう、うん、あのダンスがあるんですけど、うん、そういうのもこういうなんか難しいやつですけど、うん、そういうのもやってたんで、あのね、きっと大事。ああ、でも一番得意なのは、うん、あのパントマイムで、うん、ダンスじゃないじゃん。違う違う、そうそう、パントマイムっていうか創作ダンスみたいなのがあるんですけど、ああいうのは得意です。分かった、自分で作るみたいな。分かった、検討しとく。いや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 、曲がりされてますけど得意なんですか。
いやどうだろう、私ダンスとかあんまやったことないけど、はい、うん、できちゃうよみたいな。多分音楽やってたんで、はいはい、リズム感はあるはずだし。やっぱり音楽やってる人って強いはずですよね。多分おかしいですね。私あの音痴な人っていないと思ってるんで、はい、あの音痴なじゃなくて、どっちかってリズム感のない人が大体音痴と言われてる。だから本当の音痴の人もいるみたいだけど、はい、基本的には音痴って私はいないと思ってるから、はい、あんまりね、音痴ね、たまにいるらしいですけどね、はい、うん、なるほどなるほど。なんか多分私ピアノもギターもやってましたからね。音楽は好きなんですけど、ピアノができたりギターができたらリズム感ない。やっぱ運動神経の問題じゃないですか。ダンスってやっぱり運動神経の問題です、うん、体がついていかないの。やっぱ体がついていかないし、嫌なことは覚えようとしないじゃないですか、うん、人間って。それはあるかもしれない、ね、うん、じゃあダンスしてみませんか、一緒にダブルシュガーミックスで。そうですね、うん、ちょっとそろそろね、はい、半分に来たので、はい、ダブルシュガーミックスに重点を置きながらね、移ります、はい、だから本当にあの、はい、もし見てくださってる方がいらっしゃって、はい、こうダブルシュガーミックスとしてこんなことやってほしいとか、はい、もしあったらね、全然やっていこうかなと思って、はい、せっかくなので、あの皆さんと一緒に何かできることっていうのをすごいね、私はやりたいなって思ってて。ダンスですか。いやなんかみんなでさ、はいはい、AKB じゃないけどさ、できますよね、みんなでこうやってこうやって踊ったりとかさ、楽しいじゃん。こういうのですよね、うん、こうやってね、はい、踊るのね。でそれって私本当にやっぱ、うん、最近音楽の話ばっかりになっちゃうんだけど、はい、やっぱそのライブの一体感っていうのがすごく好きで、はい、ステージに立ってる人とお客さんとの一体感、もうなんかそこに壁がなくなっちゃう感じっていう環境がすごい大好きなので、やっぱこうやって MC とかにしてると、はい、どうしてもその画面なり何かの壁があるわけじゃないですか。テレビ私ずっとやらせてもらってたから余計にそれは思って、その別の世界なのね。異世界ということですね。異世界ということです。だけどやっぱそのライブとか、はい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 、そういうイベントって、まあ、そういう生ですからね、うん、一緒になんかお客さんとやっていく、はい、だお客さんっていう枠も変なんだよね、うんうんうん、なんかその場でみんなで作り上げていく感じがすごく大好きなので、まあ、そういうことをちょっと今年はできたらなと思って。なるほどなるほど。でまあまあその中でダブルシュガーミックスね、まあ、それの一番なんだろう手っ取り早い方法って歌とかなのかなとか思ったりとかね、はい、まあ歌えるしさ、うん、でもさ今思い出した、はい、そういえば美穂ちゃんとカラオケ行った時さ、はい、歌ってくれたけど動きおかしかったね。確かに動いてない、動いてないですよ。違う、なんかね、はい、歌ってくれた時が、はい、今ここでやっていいかな、なんか普通ね、あの歌歌う時って、はい、こうなんかこうリズム取ってこうなってる。ああやってましたね。でも美穂ちゃんさ、なんかこうやって歌ってたよね、こうやって。そう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 、そういうなんか変な振りをつけながら勝手に、だから創作ダンスが好きなんですけど、人に指導されてやってみたいなのが本当に、そうだそうだ、思い出したわ、変だったわ、できないですね踊り。はい、大体私その座って歌うこともちょっと苦手で、はい、大体こう体でリズム取らないと歌えないの。はいはいはい、それだか、なるほどね、それだわ。それでみんな見てるんだ。変だった、ね、変だった変だった。確かに動き変だ。それでよくリズム取れるなって思いながら、うん、だってやってることと動きが違うんですって、うん、違う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 、そう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 。でもそれはなんか舞台の演出の人にもたまに言われることがあって、うんうん、まずいですねちょっと。え、何、そう、なんかやっぱ思ってることと体で表現したいことが違うってこと？その演出の先生に言われたのは、うん、声と顔の表情が、うん、全然違った時があったんですって。でそれがかなり違和感があって、声はめちゃくちゃ表現できてたけど、うん、顔が全然ついていないよ、ね、それに近いコメントが来てる。鹿太郎さんから、美穂さんツイッターのアイコンから想像してたお声と随分違いました。もっと昔で言うところのぶりっ子みたいな可愛いお声かと思ってました笑い。それはちょっと違いますね、ジャンルがまた言ってる意味がニュアンスが違いますけど、うん、でもなんか想像と違うねっていう。ああま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 あ、うん、いやまあ私の外見と声は全然それは違いますけれども、うんうん、まあ、演技してるのも、まあ、そうそう、演技がついていってなかったらしいですよ顔が、はい、それで怒られたことはありますけど、でも全部前ですよ、うん、じゃその10代の時、その辺も込みで、はい、あのそれこそさ、竹中直人さんじゃないけどさ、はい、笑いながら怒るとかできるんじゃない？全然できますね多分ね、はい。私逆にダメだな、結構全部出ちゃうタイプ。あ
難しいですね。でもこれはまあギャップがあるねってことですよね。ギャップ萌えがいいですよねやっぱりね。いやーダメ、ギャップ萌え、うん、私でもよく言われますよ、うん、でも何をあのもっと、うん、外見だけで見ると、うん、おとなしくて、うん、女の子らしい子だと思ったのに喋、うんうん、るとうるさいから本当に嫌だって、うん、本当今すごい力強くやで本当に嫌だって今鹿太郎さんからもコメントで、はい、しっかりした力強い素敵な声だなと思いますって言ってね。なんかやっぱ、はい、芯が強いのかな。低いって言われました、うん、声、はい、でも思ってないです自分では低いとは。低いあれみんなシートだったけど低いとは思ってない。重いけど、うん、声が重いけど高いと思います。あのね、うん、ノートが低いんじゃんはい、はい、張ってるんだけどだエッジがきついんだよね多分。そうでしょうね多分、うん、うるさいってことですね。一緒一緒、はいはい、そこ一緒そこ一緒。私ギャップ萌え好きですけどね、はい、あ、うん、でもギャップありすぎじゃないですか。そこ行くとねギャップ萌えの中心人物みたいな。だいたいギャルで、ね、あれで遊んでそう。そうだよギャルに見えますもん。違うんですか。すごい引き込み寄りのオタクですからね。ギャルだった時期はないんですか。逆にいやだから外見でギャルっていうカテゴリーだったらあるかもしれない。ずっとギャルですよねだから、うん、ですよね。で私はギャルになりたかったんですけどなれなかったんですよ、うん、あでも私ギャルじゃない時もあったよ。あれ10代後半ぐらいとかって、うん、ショートカットで男の子みたいな格好ばっかりしてたので、はい、女の子に超モテました。あでももう顔がなんかもういけるじゃないですかすぐギャルに。まあまあまあ派手な顔してるね。ねねねねねねいけなかったんですもん。でも私すっぴん超男前だよすっぴんかもすんですかそこで男前だよ。へ頑張ってつけまとかして女の子らしい顔にしてるけど。でも確かに男前かもしれない。結構男前なので、うん、でもすっぴんもすっぴんも面白い話があって、うんうん、私すっぴんは自分、うんすっぴんの時と化粧してる時と変わらないって信じてたんですよ、まあ、あんま変わんないでしょ。ここ最近まで変わんないと思うけどな。でも去年の年末に覆されたんですよその常識を。自分の中の違うって言われました。いや一緒。いやよく見てごらん違うからって言われて。だってそんなアイライナー引いてないしつけまもしてないでしょ。そうです。でも全然違うらしいですよ見る人が見るとね。あの、はい、そこは突っ込んでいいのかな。いやいやいや誰が見たのかな。すっぴんを見たのかな。ごまかしを聞かないよってすっぴんのブログですっぴんの画像と、うん、化粧してる画像があるじゃないですか。で交互に載せたりすると、うん、ほら全然違うだろうみたいな。一緒だけどなそんな変わんないよね。うんあれかな化粧してるとこう自分の中で凛とするのかな。私そういうのありますよ、うん、結構、うんうんうん、昔その20歳前後ぐらいの時って私ビビアン・ウェストウッドっていうブランドがすごく好きですね、うんうん、あ誰か来てくださった、うんうん、ニスティ・ビップさんかな、はい、ありがとうございま す。よかったらコメントください、はい、その頃とかって、うんうん、ビビアン・ウェストウッドっていう、まあ、ちょっと変わったね、わかりますわかります服装のジャンルだったこういうやつですよね、うん、ずっと着てた時期があってあでも似合いそう。その時どっちかって言ったらちょっとロリータっぽい感じだったんだけど。あそれも似合いますね、うん、着るとねやっぱ引き締まるのね、うん、あそれを着てて負けちゃいけないって思うから、うん、それだから私がブランドもんが好きじゃない理由もそうなんだけどそれをまとうからこそそれにふさわしい人になりたいと思うから。かっこいいですね。私は本当ブランドも一切持ってないし、はあ、それが似合うと思ってないんでね自分で、はあ、だから持ってないけど、うんまあ、そういう意味で化粧をするとちゃんとしなきゃって思 う、 こう気迫が出るとかじゃないの、うん、もしかしたら。いや違うと思いますよ。変わんないもんだって顔。変わんないって信じてたんですけど、うん、いや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 みたいな勘違いするなよという、うん、なんか結構叱りをお叱りを受けますね。あと写真と顔が違うとか、うん、あそれはしゃないでしょ、ね、マジックは本当に。私もそうだもん。その注文多いんですよ皆さん。はい皆さんね皆さんね今度すっぴんで2人で出る全然いいんですよ。私も全然いいんだけど。でもなんかもうね、もうみんなひどいですよね。いいじゃないですか、すっぴんね。これ視聴者の皆さん、やっぱ女の子はすっぴんの方がいいんですかね、はい、それとも化粧してる方がいいのかな。あ、そう、聞きたいですね。そう、男の本音。うん、じゃあ、まあ、俺の前だけすっぴん見せてくれたら嬉しいっていうのはまああるかもしんないけど、基本的にはすっぴんと化粧してる顔、どっちが好きなんだろう。ね、どっちが好きなんでしょうね。うん私昔なんか結構私見かけ気にしないタイプなので、うん、スピンとかジャージとかでもそもそ歩けるタイプなのね、うん、私絶対無理です。怒られたことは、はい、はい、無理あのスピンで
街を歩くことは可能なんですけど、うん、日焼け止めは必ず塗ります。まあまあまあ、で、うん、服はジャージではありません。普通の服です。うちの家ジャージ超いっぱいあるもんこれもギャップなんだよね。ギャップだな、それは。ダブルシュガーミックスでジャージで出るとかね。いやー、ちょっとそれは勘弁してください。本当に、え、なんか違うかっこいい衣装にしましょうよ。どんなのがいいの？なんかビシみたいな何ビシってどんなの？例えば、いや、もうなんかキャリピャミみたいなやつ。あ、でもそれかわいいですね。大丈夫かな、サーティーがそのねえねえねえでもどんな、どうでしょうね。皆さんどうでしょうね。う、私たちどんな格好してほしいとか、コスプレ好き？ああ、はい。いや、好き。うん、まあ、たまに。何したことある？あの、ジュリアさんがよく言ってるシェリルとか、あと、エヴァンゲリオン。はいはい。プリクラで。へぇ、はい。出回ってますよ、その辺に。へぇ、そうなんや。はい、え、じゃあコスプレ OK なのね。別に。検討しよう、はい、いろいろ。遊びでって感じですね。うん、本当にやんないですけど。ダブルシュガーミックスでね。うん。何やるんですか？何やろうかな。でも私なんか、はい、こうイメージ的には、うんうんうん、やっぱ双子キャラって言ったら、うんうん、ウィンクとかね、パフィーみたいなやつは面白いなとは思うんですけどね。うん、同じ格好で同じ髪型をするってことですよね。要は似たような、まあ、でもそれ嫌なんだよね。前言ってたよね。え、なんかあまりにも二人が違うって言われてっつって。ああ、そうそうなんですよね。派手だからね、シリアさんがね。そう、うん、言ってたね。同じ格好着てしても同じ格好してる。あ、そう、言われた言われた。前に双子ちゃんみたいな格好を結構しょっちゅう調子に乗って私がしてたんですけど、全然違う服に見えるし、それ本当に美穂ちゃんが着てるのは本当にジュリアさんと同じとこで買った同じブランドの色違いなのかなみたいな感じの質問が、そう、ブログとかに書かれてて、いらみたいな言われてたね。はい、言われてました。何なんでしょうね、あれは。まあ髪の色も違うしね。そうですね。でも顔の作りがそんな違うようには見えない。いや、だいぶ違いますよ、やっぱり。違います。濃いじゃん、だって。でも男前じゃないですか。うん、宝塚にいそうとかよく言われるからねそうなんですよ、だから全然違うもん、ね、この間もね、うん、そう、この間もさ、とあるね、はい、場所で、うん、はい、すごい私のことを遠目で見てた人がいて、はいはいはい、まあ、ありがたいことにね、うわ、はい、めっちゃ綺麗な人いるなと思ってくださってたんだって、はいはいはい、ね、まあ、ちょっと声かけたいなと思ってたらしくて、で、実際近づいてきて声かけてくださったんだけど、ぷ、はい、って笑うから、どうしたんですかって聞いたら、いや、遠くから見たらすごい綺麗な子だなと思ったけど、近くから見たら濃いなって言われて、ちょっと君とはちょっと5メートルぐらい距離取った方がいいみたいなこと言われた。はい、すいませんって言って。うん、で、私自分の周りに顔濃い人が多かったから、うん、あんま気にしてなかったんだけど、ね、うん、そっかと思って、普通の人にしたら顔が濃いんだなとか思う。だって某うなまるさんも顔濃い、濃い、ね、めっちゃ濃いですよね。基本的にはやっぱ芸能人の人って、はい、あの、もうなんだろう、あ、でも濃い人多い、濃い人多い、濃い人多い、目鼻口とかね、もう目がゴンみたいな顔とかもちっちゃいしね、うんうん、鼻も高かったりね、うん、なんかやっぱちょっと人離れしてるもんね、はい、実際。そうなんですよ、やっぱオーラあるし、うん、オーラ見えないんですけど、オーラ見えそうですもん、うん、私、あのモデルさんなんかと何回か一緒の現場になった時とか、もうほんとね、うん、言い方は失礼だけど、うん、宇宙人みたいだった。あの、もう顔ちっちゃい、手足長い、うん、で、なんか顔の中のパーツも目でしょ、うん、で、目が顔の半分ぐらい。そう、なんか本当に人間じゃないみたいな感じだからね、うん、そういうのに慣れてるからかな、うんうんうん、あ、じゃあすごい言われた、普通ですよみたいな感じでしょ、全然普通じゃん、私の顔そんな濃くないよみたいな感じだけど、うん、ちょっと君は 5メートルぐらい先から見てる方がいいとか言われて、ちょっとショックだった。その人失礼ですね、でも声かけといて、あったショックだったな。でも美穂ちゃんも顔濃いからな、うん、あ、でもバレる、バレる。なんかこっそり友達のなんか見に行ったりすると、いたよねとか、うん、オーラなのかね、うん、いや、オーラじゃないですよ、多分うるさいんでしょ、存在が多分ね、なんか変なまがまがしいオーラ出てる。うざいキャラなんですよ。うざキャラなの、うん、なんかね、嫌なんですけどねダブルシガーミックスうざキャラ、うざキャラ担当みたいな。いや、私もだった。ダブルでうざキャラ、ダブルでうざキャラ、うん、それもちょっと面白くていいんじゃないですか。ダブル UK、 そうだ、ダブルウザキャラってこと、うん、シュガーはどこに行ったんですか。でも本当にね、はい、歌いたいの最近、うん、私はいいですね、歌いたいです。
そうなんですよ。でも作曲もしたい、ね、協力してくれる方とかも結構いたりして、うん、なんかね、去年ぐらいから本当私の周りに音楽をする人がすごく増えてきて、してる人、はい、増えてきたので、はい、なんかそういう、なんだろう、はい、巡り合わせなのかなと思ったりとかね。もともとやっぱ音楽好きなので。そうですね、音楽ね、うん、歌うまいんですよ。なことない、ハードル上げないで歌うまい、めっちゃうまい、ハードル上げないで、なんか独特の世界観がありますよね。私ね、もう歌っちゃおうか、あと15分ぐらい。歌うの、ダメだよ今、びっくりした。なんで歌ったの、どうしたんですかと思いますね。あと15分ぐらいだから。いきなりそんな。じゃあ歌の話しよう。はい、はい。はい。何でも歌える、はい、はい。何でも何でも何でも。はい。何でもって演歌とかってこと？いや、まあ、はい、なんだろう。男も女も両方。あ、全然男の役やりますよ。一番ラップも得意です。シカ太郎さんに歌パチパチパチって言われた。今度。え、何を歌うの？一番得意なのラップです。リズム感ないのに？え、私ラップめっちゃ上手いですよ。何ラップの曲って？西野カナさんの、うん、あの男の人のラップの部分とか、あとクレバさんのラップ、全部ラップのやつとか全部歌えます、歌えます。ラップ大好きで。え、自分で歌うとしたら何歌うの？カラオケでパッて入れるとしたら。パッと入れるんだったら、でも普通の人のふりしたいから、普通のガールネクストとかの曲とか入れますよ、うん、ガルネクとか。普通じゃなかったら何入れるの？普通じゃなかったらクレバーを入れて。あ、別に普通じゃん、クレバーだったら。でも男、あ、そっか、の人の曲だし、めっちゃかっこよく歌うんですよ、うんうん、でみんな、え、みたいな、みんなちょっと弾いてるみたいな感じですよ、本当。あ、そうなんだ、うん、じゃあ男の人の歌も女の人の歌も両方歌えるってことか。歌います、歌います。それってさ、はい、変わる声ですか？うん、変わります。あ、やっぱ変わるか。はい、変わります、全然。あ、なるほど。だって私意外って言われますもん、女の子の曲歌うと。あ、まあ、もともとなんか声が低いと思われてるからね。そう、失礼な話ですよね、本当に、うん、そこで怒るなよって感じ。今度またカラオケ行きたいね。そうですね、私、はい、歌う時って、うんうん、高いところから低いところまで歌うからね、うん、結構私も一番自分の声に合うのは TM レボリューションなんですよ、実は。完全男の人じゃないですか。超楽。へえ。でも、はい、歌うとジュリーは演歌になるって言われた。拳が効くのね、うんうんうん、でビブラートがすごいのね、うん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 、でも一番こう楽に歌えるのは、はい、TM レボリューションさん、レボリューションさん。じゃあ TM さんみたいな曲調で、うん、しかもラップがついてる曲を仕上げましょう。仕上げてもらおう。そうですね、頼んでと思ったら、はい、それこそ さっき言ってたシェリルとかね、高いじゃん。あとプリプリとかも歌うし、うん、ジュリマリとかも歌うんだけど、うん、そこ歌うときはなんか、あ、ジュリマリさん歌いますよ、声出すとこ変わるから、うん、めっちゃ高いのね、うん、かと思ったらラルクとかも歌うし、うん、ラルク歌うときとか私マジあれだからね、今ちょっと放送禁止のこと言いそうになったけど、あれだからね、もう大変なことになる。何大変なこと、全然ポカンなんですけど、置いてかれた感がすごい強いんですけど、あれって何、乗って、おらーみたいな、おー、うん、お前ら乗ってるかみたいなのになるってことね。はい、あとで教えてもらおう、うん、はい、今度行きましょうか、はい、じゃあ歌えるね、そういう曲とかね、可愛い曲も歌えるってことだよね。可愛い曲は得意ですね。あ、じゃあいけるね、うん、そういうのもやりたいね。はい、いや、いいな、それいいです ね、 ね、新しい視聴者さんがまた来てくださってますね。あ、吉コーズルくん、クズルさんかな、すいません、ありがとうございます。全然ね、見てくださってる方だけの方もいらっしゃるけど、コメントくださってる方もいらっしゃるので、うん、ぜひぜひください。はい、じゃあもうだんだん決まってきたよね。そうですね、うん、ノリで言ってますけど、ほとんど踊れて、あ、ラップ歌いながら踊ってもらっていや、踊りとラップはやっぱり融合できない。なんで？だってこう乗りながらラップラップすることは可能だけど、うん、なんかすごい動きをつけながらラップするのは無理ですよ、やっぱり。無理かな？無理ですって。それはなんか、ダパンプさんみたいな感じじゃないですか。かっこいいやん。いやいやいや、どっちかっていうとこう、あの、エグザイルさんみたいな感じの方がいい。回るのかって。エグザイルさんの、うん、あの、パフォーマーじゃない方の人。ボーカルの人。みたいにするの？みたいなラップがいいな。できないか。それ作曲家の方に言って。ね、でも怒られそうですね。なんかもうテンションおかしくなってきましたけど、怒られちゃいそうですよね。うん、
そこちょっともっと乗りよくしてよみたいな。なんかイメージ的にはさ、うん、それこそそのマクロスフロンティアのさ、シェルルとランカみたいにさ、はい、2人のね、うんうん、ツインボーカルでわーってユニゾン、あ、楽しそうですね、ユニゾンするとかね、はい、でもいいだろうし、うん、楽しそうです。それやりたいんですよね、うん、視聴者の皆さん、ね、ぜひやるときは応援しに来てください、はい、本当に本当ですね、うん、あと何したいかな。あとは芝居、ずっと言ってるけど、はい、即興芝居、それともちゃんとしたお芝居。もうちゃんとした芝居したいですね。即興ばっかりしているので、うん、あの自分の番組でも、うんうん、あの上原健太さんっていう俳優さんがいるんですけど、うんうんうん、ゲストに、そうなんですよ、来ていただいていて、毎回やってるんですけど、即興でやらせて、うん、筋なしみたいな、うん、そうすごいんですよ、もうオーラが、まあ、役者さんだからね、もう押されちゃって、そうなんですよ、あの方は本当そうなんですよ、ちょっと台本があるやつがいいなみたいな、まあ、ちゃんとしたやつ、はい、ちゃんとしたものを、ちゃんとその時は顔作ってね、はい。え、でも顔が離れてるのはもうずいぶん昔の話ですか。今はできる、今大丈夫です、はい、気迫言われたことないです最近は、はい、うん、まあでも芝居いいよね、うん、私もまあ芝居やりたいなと思うけど、なかなか本当のさ、はい、そういう、まあ、何週間、うん、1週間公演とかの舞台に出ることって大変じゃん、大変です ね稽古に時間割かれて、うんうん、他のお仕事できなくなっちゃったりとか、うん、あの役に疲れるタイプですか、それともちゃんとスイッチついてるタイプですか。スイッチですね。あ、スイッチ派、うん、スイッチ派ですね、うん、もうじゃあちゃんと切り替わるんです。あ、今あれかな、うんうん、ちょっと視聴者さんには分かりにくかったかな、あの役者さんって2タイプの方がいらっしゃって、役に入っちゃう人、もうその役をやってる間はその役になっちゃってる人がいるんですよ。もう言動も変わるし雰囲気も変わっちゃって、もうその役のまま普段の生活をしちゃう人がいて、そうそうそう、います、ね、お前そんなキャラだったっけみたいな人なんかたまにいるんですけど、いますね、とあとスイッチ派っていうね、はい、その本当にもうその場に入っ て稽古が始まった瞬間にプッて、ね、入る人がいるって話ですけどね、はい、え、どっちですか。私多分ね、スイッチ派だと思ってたんですよ今まで、うんうんうん、でも意外と入る派かもしれない。なるほどね、意外と最近気づいた、はい、なんかね、はいはいはい、気持ち悪い発言していいですか、うんうん、たまに本当の私どれだろうと思う時があるからね、あ、そういう意味では、あ、じゃあ極端な話、うん、その役柄で好きって思ってる相手の恋人役の人のことを、うん、その間は好きってことですかね。多分ね、そうなるタイプだと思う。へー、あ、でもそれはわかるかも。まだその恋人同士の役とかしたことないからわかんないけど、うん、はい、うん、なるかもしれないね。なるんですね、わかんないけど、わかんないけど、ね、熱愛だらけじゃないですか。そんなことになっちゃったらね、リア充、私にもリア充がやってくるかな。やったリア充に、ちょっと恋人役とかください。ありがとうございます。恋人役とか、イケメンの彼氏役なんかとか、その人が入んないかもしれないじゃないですか。そうだね、こいつマジで恋して決めるみたいな。ある、絶対ある。やばい、それやばい、ね、そうなったら悲しいですね。来週公演終わったら速攻破局でしょ。あ、ダメじゃん、それはよくある話ですよね。ダメじゃん、どうなんだろうね。私まだそういう役やったことないか分かんないや。うん、どうなんだろうね。うん、やってみたいけど怖いな、うん、そうなっちゃっても。そうですよね。うん、私でもそれさ、やったらリア充来るのかな私に。そうですよ、ついにリア充、ついに今年の目標、私リア充もあるからね、リア充をするって。今年の目標なんだよ。今年の目標だよ。あ、そうですか。去年年末ぐらいから思って。なんで笑ってんの。爆笑なんですけど、失礼な話だな。リア充、うん、あ、そうですか。去年の年末ぐらいからずっと思ってて、はいはい、去年のね、はい、年末、今年の初詣、うん、私にもリア充が来ますようにってこう初詣でお祈りしたの、はい、赤坂見附のなんだっけ、うん、こう三王神社、うん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 、そう、鹿太郎さんがジュリアさんも俳優やられてるんですか、ね、いや、あの仕事としてはやってなかったんですけど、うん、小学校の時から習い事で、うん、なんだろう、英語と英語メインは英語なんだけど、うんうん、まあ、もちろん日本語もだけど、はい、ちょっとこう演劇をしたり歌を歌うような習い事に行ってたことがあって、そこで小学校から高校ぐらいまでかな、うん、やってて、その時はもうただの習い事だったから本気じゃなかったし、うんうん、もうセリフは覚えられないから嫌いだったし、そっか、覚えられないんですよね。大変だ、それは大変だ。すごいその時嫌で嫌でやめたらよかったんだけど、うんうん、やめその習い事自体が楽しかったんですよ、はい、楽しいですね、友達とかもすごいいい人ばっかだったし、だ、うんうんね、からその時にやってたぐらいかな、はい、うん、そうそう、
はい、そんな感じです。そんな感じですね。それも今年は三王神社でリア充が来ますように。そのリア充で、そんなことかよって神様思ってますからね。神様的にリア充リア充で、それぐらい願うことじゃねえだろって。この人リア充自分で何とかしてよみたいな神様の気持ちですよ。うん、いやもう本当にね、はい、今年こそ私にリア充がやってきますよ。素敵な王子様が現れますように。でもお守りとかそんなマニアじゃないんですよね。うん、でもね、うん、去年くれたの友達が、はいはい、買ってきてやるよって言われて、はいはいはい、去年もらったんだけど、去年はそのお守りの効果がなかった。なかった。ね、お守りの効果ってすぐ現れますからね。だから今年はちゃんと初詣で、はいはい、今年こそリア充。はい、はいはいはい、リア充か、リア充か、素敵な王子様が現れますようにって、うん、頑張ってください。しかたのぞ、ミッキーみたいに、うん、頑張れ、あ、これですね、ね、ね、可愛いから色違いでもう一個持ってんだ、白、もうリア充になるために必死です。中身から変えろって話かな。いや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 、いい、いや、いいじゃないですか、リア充か、そっか、で、うん、どんな人がいいの。リア充になるならばってことですか。リア充、全然今リア充じゃないです。リア充になるなら相手はどんな人がいいんですか。うん、なんかそれさえポンって思いつかないですもん今。自分と会う人ってどういう人だと思う。あ、いい人。あ、ちょっとベクトルが広がりすぎてよくわかんない。優しい人ですね。だから言うこと聞いてくれる人が会う人です。わがままなんだじゃん。そうです。だから私が、したよ今。あの役で言えば私が王様で、ね。うん。あの王様に使える人ぐらいの、なんだろう、優しさが必要。あ、もう包容力のあって、はい、ってこと、わがままを聞いてくれる 人じゃないと続かない。ってことは、まあ自分と逆のタイプの方がいいってことか。うん、ね、奉仕してくれる人がいいってことだよね、うん、ついてきてくれる人がいいってことだよね、多分。よかったじゃん。でもそれはなんか、うん、あれ私ってこう言うんですね。ここいるじゃん私。あれ私そういうタイプなもん。見えないですよね、うん、意外に、はい、うん、でもどうなんだろうね、私結構なんだかんだ言ってやっぱ自分に合う人難しいな、うんうん、自分と似た人なのかなって最近思ってきた。あ、似た人か、うん、似た人のことは好きなんですけど、うん、うまくいかないです。本当、うん、私今までずっと自分と対局の人ばっかを気にしてきてたんだけど、なんかね、自分と似た人がいいのかなって。急にですか。まあまあリア充になりたいんですよね。真剣に考えますよね、あの手この手と。はい、考えるよ。味噌汁超えたし。いやいや、黙ってくださいよ。本当もうだって本当に日曜クラブの私のキャラって非リア充でオタクで、はい、なんだ、エロとギャンブルとって散々な言われようだからね。うん、そ、全部 NG でしょ、うん、本当にひどいよ。NG ですね。私別にそんなエロキャラじゃないし、はい、下ネタとかも本当好きじゃないんだけど、はいはい、なんかそうなっちゃって、いつもそういう話になっちゃう。なるほど。うん、ねえ、田中さん。全然違うよね。私普段全然エロな話とかしないですよ。本当ですか、うん、嫌いだもん、エロ話。あ、本当ですか、うん、でももう振られるからさ、乗っちゃうじゃん。まあ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 、でも乗っってるとこが偉いですよね。私仕方ですからね。もうええわと思って。なんかこうポーンと飛んできても仕方ですからね、その辺。スルーですから。何何、シカトロさん、そこにおられる田中さん、他スタッフさんはダメなのって。何が、ジュリアさん、彼氏リア充ですよ。リア充についての話ですね、これは。だから私のことを結構ね、モテるでしょとか言われるの、私ね。モテるでしょう。でモテるのベクトルがよくわかんないんだけど、はい、定義がね。はい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 。モテるって、はい、って何なのよって なるの、私いつも。あー、いつもしーみたいになっちゃった。もうだってモテないんだもん、必死、リア充に対して必死。モテないの、本当に。私のこと好きって言ってくれる人少ないの。あかん、ほらほら、ジリアさん同情されてますよ。すいません、そんなわけで私にあの王子様が現れるように皆さん応援してください。本当にお願いします。ダメだな、はい、そんな佐藤です、はい、そんな佐藤さん、はい、そんな佐藤さん、ちょっとやめて、こんな話が重くなって、はい、残り1分とかなっちゃったよ。なのになんかちょっとあれですよね、話重いよみたいな。重いよって。いや重くないよ、今年はリア充になるから私は。
頑張ってください。はい、はい、リア充になりましょう。そしてダブルシュガー、大丈夫です、はい、大丈夫なの、いらないの、はい、でダブルシュガーミックスとして頑張りましょう、はい、全然ダブルシュガーミックス特集にならなかったね。まあまあまあ、ある意味まあ2人の気柄の話ってことかな。ミックスはしてますよ、はい、うん、ある意味お互いね、こんな違う、はい、同じ名前だけど全然違う里同士が、うん、まあ、これからねいろいろとやっていきたいなと思うので、はい、ぜひぜひ皆さん応援してください、はい、なわけでまたよかったら来てください、はい、それこそね、はい、佐藤ジュリア特集の時とかでも私のことをけなしに来てください。本当、はい、大丈夫ですか、私呼んじゃって。全然大丈夫です、はい、宇多丸さんと一緒に、はい、わかりました、はい、そのわけでですね、はい、今日はダブルシュガーミックスでダブルシュガーミックス、逆だったで、はい、お届けしました。ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。